次にガズレーシングカンパニーにとって社員を鍛え車を鍛える道場となるのがニュルブリックリンクですが、今年もニル24時間レースに出場します。2007年に森蔵こと社長の豊田がモータースポーツのあるべき姿を自ら示そうと、周囲の反発を押し切って中古のアルテッツァと社員メカニックチームで出場したニル24時間レースはまさにガズレーシングの原点でもあります。今年で12年目の挑戦となりますが、その原点にガズレーシングが送り込むニューマシンがこちらでございます。いかがですか。5月の参戦を目指して今まさに開発中のレクサス LC ニル24時間参戦車です。見ての通り、あのエレガントなレクサス LC が過酷なニュルブリックリンクを高速で走り切るウェポンに生まれ変わるという新たなストーリーが始まろうとしています。もちろんそのストーリーはガズーレーシングの進化のために不可欠なものであり、このマシンにはフリクション低減を追求した V8 エンジン、剛性強化と軽量化を両立したボデー、新開発のサスペンションなど将来のスポーツカーにつながる数々のチャレンジが詰まっています。ここでこの挑戦に参画するガズーレーシングのメンバーを紹介します。ドライバーは土屋武史選手、松井高光選手、深茂直也選手、中山雄一選手です。そして例年通り当社社員で構成されるメカニックチームを率いるのがトヨタ自動車の関谷チーフメカニックと尾形エンジニアリングリーダーです。